岩国市によりますと、今月1日、錦帯橋のうち5つ目の橋の橋食いと呼ばれる橋脚部分に傷があるのを市民が見つけました。通報を受けた職員が確認すると、橋食い2箇所に落書きのような文字が刻まれていたということです。錦帯橋では今年度だけでも傷がつけられる事案が今回を含め4件発生しています。錦帯橋への毀損行為が後を絶ちません。文化財を傷つける行為は犯罪行為であるということを理解してほしいです。警察は文化財保護法違反の疑いで詳しく調べています。後を絶たない被害に岩国市はさらにセキュリティを強化したいとしています。